大人になると失うものが多いですね。だから、ね、精神的な喪失感っていうのが、まあ、結構辛いみたいですよ。若い頃はできていたのに、ああできなくなったなみたいなね。あの老いっていうのは不意打ちだっていう風な言葉があるんですよ。うん、ちょっと今キャラメル噛みながらですけども、久々に徹夜したらそのダメージが 2,3 日引きずった。ああ40過ぎたんだなって思ったりとか、ちょっとしたことでね、若いやつらとこうバーッと駆け出してみたら、あれなんかすぐに脇腹痛くなったみたいな、おかしいなみたいなね。吉田さんも卓球してみて、あれこんな技簡単にできたはずなのに、もしくは返せたはずなのに、あできなくなってるわ、あでもトレーニングすればまた戻るだろうって思っちゃうんですよね。戻らないんですよねその中で人間の三大欲求で食べることとか寝ることとか、あと性欲ですよね。この3つっていうのがあるんですけども、この食べることや寝ることっていうのは年を取ってもやるのが当然だと思われてますけども、60代過ぎても70代過ぎてもね、性欲って食欲と睡眠欲と同じぐらいあるそうなんですよ。ただ男性は肉体的な機能が失われて、性欲はあるんだけども大きな自信を失うらしいですよね。機能がもう低下してるわけですから。だから70過ぎても10代の女の子とか見てね、心ときめくんだけど、あでももうダメだろうなっていうふうに、その瞬間喪失感が来るみたいなんですよ。で実際に自分のその身体機能も失われていて、まあ、いわゆる立ちもしない状態ですよね。でものすごい精神的に来るらしいですね。まだ心の中は20代とか30代のつもりなのに、ああ俺なんか年取って頭もちょっとハゲてきてるわみたいなね、衰えてるしシワシワだなと、こんなに年取ってたんだみたいな不意打ちで来るそうですよね。女性は女性でやっぱり70過ぎても性欲はあるみたいなんですけども、自分の美しい時の体を知ってるからとても人に見せられないっていうことで悶々とするらしいですね。まあ、よくね勘違いされる方の中に閉経ってのがありますけども、女性には閉経後にはね性欲がなくなるっていうふうに勘違いしてる方がいますけども、それはねその受け入れた人、もう自分にはもうその道はないなって受け入れた人は明るく強く生きてるらしいんですけども、でもそうじゃない場合は結構苦しむみたいです。あとよく美魔女って言ってね、50過ぎても60過ぎても見た目が若い美しい人いるじゃないですか。そういう人は性的にも結構活発らしいんですよ。というのが見せても恥ずかしくない体だから積極的になるらしいですね。むしろ60過ぎてもまだ大丈夫よみたいな感じで結構見せつけるみたいな感じでね、うん、人それぞれですよね。大人になると失うっていう風にタイトルありましたけども、大人の次のステージでも失うことが多いと。でも失うことを受け入れていける人は実は次のランナーズハイのフェーズに入ってね、楽しく強く生きてるみたいですけどもね、これはもう自分にはないんだっていう風に思えることと、あと自分が長年経験をしたことが得意分野であればあるほどその衰えに気づきやすいから、50とか60を過ぎたら自分が素人である世界に飛び込める勇気があるかどうからしいですよ。そしたらへこまないらしいです。60とか70で初めて入った世界だから、どじっても無理はないよねって感じでね、周りも自分も見れるらしいんですよ。だから年齢を重ねれば重ねるほど未経験の分野に飛び込むことによって新しい刺激とか喜びってあるみたいですね。得意分野に依存しないことの大切さを、まあ、学ばせていただきました。いってらっしゃい。